武装神殿流居合術は林崎仁助重信が父の敵を討たんだため林崎明神に祈願し長塚にリアルを悟ってついに絶妙に達し父の敵大善を打ち果たしたと言われております。次来民谷平兵衛などを経て中山白道に承継されたものであり昭和8年5月6日大日本武徳会にて武装神殿流抜刀術と交渉して演武せられその後武装神殿流居合として全国に普及され今日に至っているものであります。天真少年かたり神道流兵法のポイントでございました。第二会場は地震影流なぎなた術、地震影流のなぎなた術のご演武でございます。地震影流なぎなた術、地震影流なぎなた術の始祖は松本備前の神木野正元です。今から450年前、関東の鹿島の太刀と関西の鞍馬流の長所を取って、室町時代の末期、鹿島神殿新影流という新憲法を創始したのに始まっています。7代より直進影流と固定し、
今日に至っています。第15代園部秀夫は第14代佐竹貫流斎夫人秀夫茂雄につき竜王流薙刀術を合わせ学び、多くの門下生を養成する傍ら、自然の技に創意を加え25本に統一し、現在の敵深め流薙刀の型となっています。第一会場は無双神殿流居合術のご演舞でございました。